結構びっくりしちゃった。心臓ドキッてした。ってことは結構いるのかな。そんなにいないかな。待って、クモの音してる。あとエンダー先輩の音もしてる。結構してる。してない？エンダーがやだ。私のライバルがほんとやだ。収録のたびにほんとに来る。そんなに好きなのかっていうぐらいずっと来るね。今まで100発100中だからね。動画見てる方はわかると思うんですけど、まあ、実はね、動画は撮ってるんだけどボツにしてるのとかもね、実は何個かあるんですよ。3、4本ぐらい。それでもね、全部ね、確か出てきてるね。あいつは。ん？ん？ん？ちょっと待って、マジで。結構音大きくない？大丈夫かな。誰かいる。気のせい。誰かいない。あ、やっぱりいた。あいつがいた。あ、スケルトン。あ、早い。がね、一番結構嫌いだね。来ないかな。しゃあない、行くしかないか。そっか、ここに。じゃあちょっと前。ちょっと一旦ね、一旦埋めといて。深呼吸ですよ。何の音だ。あ、本当にね、いろんなことを教えてもらったな。あ、なんかつながってる。どこだここ。めっちゃ余ってるし。教えてもらってね。あと、なんだっけ、こういう発掘してる時に万が一真下にね、マグマがあることがあるかもしれない。てかそれで死んでるからね、一回お亡くなりになったりとかしてる人だから。私は、みんなはあるかわかんないけどね。いや、あんのかな。あ、なくなっちゃった。作業台持ってきてないね。できてないですね。ちょっとじゃあ作っとかないと。作業台は結構どこでも置いといても使えるときは使えるんで。インゴットで2つぐらい作っとこうかな。はい、っていう感じでね。こういうのが危ないって言われたの。何も学ばない。万が一真下に
マグマがある場合がありますから、その場合は横にずれて、でなおかつシフトキー押しながらやった方がいいですよっていう話をいただいたんですよ。シフトキーかって。ほんといろんなねものがあるんですよ。すごいね、クリエイティブモードを一人ではやったことないの、実は。ずっとサバイバルなんだけど、まあ試しに何度かやったことがある。あ、やったことってか、まあ設定が分からなくて、これがクリエイティブなんだっていうので、ちょっと待って、誰か歩ってるっていうのだけは知ってるけど、いる？どこにいる？いないかな。その辺は知ってるけど、確実に一人ではやったことなくって、なんかすごい遊んだりすることはしたことなくって、そのこの間初めて一緒にねやった時があったんですけど、めちゃくちゃ教えてもらって、なんかスライムで遊んだり、大砲作ったり、あと何したっけ、まあなんかいろいろしたんですよ。あ、びっくりした、今スケルトンにちょっと見えた。どこだっけ、どっから来たっけ、ここか、ここだね。いろんな遊びをねしてたんですよ。あれほんと楽しかったな。大砲って作れるんだって、ほんとに PC ゲーム普段やらないから、自分はね、このマイクラが結構初めてに近い。一個だけフリーゲームやったことがあるぐらいだったからね。でもああいう遊びができるんだなっていうの知った。なんかあとなんだっけ、自動ドア作ってもらったりとかね。自動ドア楽しかったな。ビーン。ちょうどそこにね、ルタが来てね。見えねえなあ。これじゃあ中の様子は伺えないか。おお。おお、びっくりした。よし、もういない。もういないかな。ちょっととりあえず回復したい。よし、じゃあこれで。いった。は？は？え、なんで？何？え、どっかにいる？え？何に食らったの？は？え？あ、しかも何もないし、嘘でしょ。くっそ。何もないとか泣けるんですけど。じゃあもう一個の方だっけ、あれもう一個の方来たんだっけ、そっか。久々のマイクラだけどこんな感じで良かったのかな。なんか楽しげが
あるマイクラには見えないけど。把握しろ、把握しろって言われそう。全然掘ってないな。もしかして無視してたのかな。荷物多いとね、あの石炭は結構ね溜まるからっていうのでね、満杯だとね石炭は捨てちゃうんだよね。見逃しちゃうっていうか、逆か、取らないでそのまま置いとくっていう戦法を使うんですよ。いっぱいあって損はないんだけど、でも手元に欲しいものではないから。なおかつね、石炭はすぐ結構集まるんですよね。めっちゃあるなここ。はい、よし、 OK。 でもさ、こういうとこ上をね掘ってったらさ、実はお家の下でしたってなると結構悲しいよね。あ、ここだったんだみたいな。あ、お家だったみたいな。いた。お、鉄じゃん。鉄鉱石。でもこの辺に来ると結構ね、もうなんかあれだね、あれがないね、マグマ。難しいな、 TNT で爆発してた時が。クリエイティブモードでさ、 TNT で爆発させてさ、なんかジェットコースターみたいなの作って、タイトルがね、直行便っていうね名前のあれを作ってたんだよ、ジェットコースター、まあ、どういうのかはご想像にお任せしますけど、もうね。あ、あれを見た瞬間に結構楽しかったの、作ってる時は。やっぱ TNT で爆発してるだけだから。なんだけどね、作ってると結構難しいのかね、なんやかんやでね、あれ作んの1時間半とかかかってたかな。でも PC マイクラだと多分ステージが大きいから多分できないんじゃない。 C の直行便はめっちゃある。金塊ゴールデン、ゴールデン、なんて言った。ゴールデン、あんまりそういうの例えたりとかしちゃダメだね、あんまり英語得くないから、バカがバレる、頭が悪いのがバレる。結構バレてるかな。知ってましたよ。え、知ってましたよ、あなたが頭悪いのぐらい。ご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はまだ登録してないでしょうか。まだですっていう方は画面のチャンネルボタンっていうボタンを押してみてください。無理ぽっていう人は下の赤いボタンから登録可能です。もし次回も見ていただけたらなと思っております。では以上、カズナでした。バイバーイ。